はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はたっちゃんとみなみちゃんを入れてマントルでやっていきたいと思います。たっちゃんは自分は PSR プラス3ですね。なので45になってます。得意練習はスタミナと球速で、コツは強心臓、回答、脱散、対強打者、復活という形になってます。まあ別に復活はコツがあるわけではないんですけど。で、テーブルの方は、どんな感じなんだろう。試合経験点ボーナスがあって、練習効果は 20%。50になると一気に筋力ボーナス12がつくんですけれども、ついてません。で、得意練習率アップが 20%。で、精神ボーナスとコツだからタックは 60% か、タックは 60% ですね。タックボーナスがついてるわけではないので、まあそんなような感じです。で、みなみちゃんはまあ相棒テーブルなんで、固有が何についてるか、固有はタックですね。で、技術ボーナスと、試合経験点ボーナスが45でついて、50になるとイベントボーナスが80。これ45だとイベントボーナス50なんですけれども、まあ相棒はね全部そうなんですけども、50になるとね一気にイベントボーナスがプラス 30% されますので、やっぱり相棒キャラはレベル50になって使っていくっていうのがいいと思います。で、あとは、特攻キャラの道江くんですね。道江は俺全然解放してないんで、PSR プラス0ですけれども、まあなんだっけ、スプリングガチャだっけ、これ終わったら引こうかなとも思ってます。で、オクタビアが、SR で40レベルで、深海道を取るためにサンタサナちゃんを入れてます。あとスタミナもね、直上げとコントロールじゃなくて変化球を上げたいのでアーサーを入れてます。今回虹谷は入ってないですね。まあ、虹谷とアーサーどうしようかなとちょっと悩んだんですけれども、今回はちょっとスタミナ重視で、やっていこうと思います。まあ、たっちゃんがいるから筋力はまあ大丈夫かなという感じですね。で、早速コツが来ているので、コツどうえくんか踏んでおこう。これはで多分ね、コントロールコツ来たのはいいな。変化球ポイントが足りなくなると思うんで、さなちゃんの青コツが来たら変化球メダルを踏んでおきたいなとも思います。あれ、さなちゃん変化球メダルじゃねえか。変化球メダルは今回取れないのか、メンタルメダルなのか。変化球練習がいるわけではないので、まあ、そこは、ちょっと気をつけていきたいですというところで、さなちゃんとみなみちゃんの評価をまずは上げきると、イベントが起こるところまで。これみなみちゃんな、体力が回復するたしてくれたらすっげえよかったんだけど、経験点系ですね。で、練習で、まあ、評価上げですね。みなみちゃんとさなちゃん 10% だけど、ちょっとやろう。少し強行する。いいねいいね、経験点をくれますね、みなみちゃんは。で、ここで休むでいいのがあるといいんだけど、欲しいしか、これはやりたい。休もう。まあ、相棒キャラ入れてるから欲しい石が休むじゃなきゃ手に入らないってことはないんですけど、野球をやる理由おかしい。エクスカリバーもな、取りたいっちゃ取りたいんだけどな。で、モグーラがいるね。モグーラはみなみちゃんのところでやっとくか。枯渇させるのは練習がいないところがいいんだけど、アプリとね、サンタサナちゃんが違うんで、頼りにしているぞ。これは追いかける。これで先へ進みます。敏捷ポイントくれるんだ、それはいいね。で、青コツオクタビアか、まあ、踏んでおこうかな。キレ、今変化球ポイントどうなってるんだ。キレは潰せるんだったら潰したいな。漫画安定の方、これも体力回復できるんだけど、ちょっと今体力は満タン。ポーカーフェイスはコツ5でつかめるんで、かなり美味しいと思う。で、キレいけるね、取っちゃおう。で、さらにコツオクタビアか。オクタビアは欲しいので、モグラのところもサンタサナちゃんか、どうしようかな。
ここは枯渇させたいんだよね。守備やろう。ちょっと今石、喧嘩は体力が減る。喧嘩しすぎでしょって。でサナちゃんかって言ったらサナちゃんだね。まあ、サナちゃんはね最悪評価さえ乗ってれば、これはしてない、まあ、サンタサナちゃんは絶対クリスマスで彼女になるんですけど、まあ、もちろん早めに行けるんだったら同栄か、同栄はちょっともらっときたいな。カロリーを食ってでもちょっとこれ同栄の設計図を回収しよう。でなんか潰さなきゃいけないものは特にないか。施設は全然やってないけどね。ちょっと購買部はもう建てておいていいかな。でもやっぱ丸石全然少ないよな。まだ少ない。亀石の採掘場は建てておこう。これで亀石は2になるはず。重い玉もね経験点があれば直取りしていいんだけど、ここはイベントを切る。え、玉持ちなんて手に入んの。購買部購買部。さてちょっと寝ないとまずいけど、寝ないとまずいけど、寝ないとまずいね。その前にこれがレベルアップできるかな。宝石が足りないか。寝よう。で2回目、これで打たれ強さが手に入る。いいね、打たれ強さまたね結構手に入るんだよね。でメンタルオクタビア、たっちゃんのコツか。みなみちゃんとさなちゃんはちょっと両方評価上げたい。10月中にはやっぱ乗せたいよね。いいねいいね、ありがとうございます。どうえ、これ縛りが手に入るのがいいよね。さてそこからちょっとまたコツを見つつ、同上のコツか。ここはやっときてえな。みなみちゃん3で告白なんだっけ。なんかわかんねえ、4までやんなきゃダメだっけ。ちょっとこれは把握しておくべきだったな。相棒キャラの評価ポイント、スタミナはやりたいんだけどね、ちょっと無理だから。ここもまた寝るか。宝石が全然足りてないな。でそろそろじゃあちょっと購買部は建てちゃおうか。で鶴橋も建てちゃっていいかな。10個超えてきたし。で寝よう。寝れない。絆、俺が連れて行こう。たっちゃんではなく俺が連れて行く。あれがない、ダイナマイトが来ないんだけど。スタミナ、みなみちゃん、サナちゃんがいるわけではないので、スタミナどうだろうな。宝石が足りてないのか、ちょっと宝石回収しよう。とりあえずみなみちゃんは3でやっぱり絆のイベントは発生するね。気になる2人、これ何、どっちがいいの。達也かみなみか。達也かみなみかって言ったらそりゃみなみちゃんだけど、コンボだよね。気になる2人、達也は勝ち運が手に入る、みなみちゃんは体力、みなみちゃん評価。まあ勝ち運、あ順応のコツも手に入るんだ。達ちゃんは達也に怒ろう。すまん、やった。でここは一緒に練習する。街道を取りに行きます。街道を回収したら、てか伸びだよね。そうするとやっぱり伸びコツがガチで欲しい。そのために重い球はもう取っておくでしょ。玉持ち、カチューは1でいいや。さてコントロール悪くないね。サナちゃん1回あれをやっときたいんだよな。バイトイベント、よし、エールからの追加。
ね、いいやつってマジいいな。ドクタビアの茂下、これで待機を出したで、これは指摘して力強さで、筋力どうだ今、球速を上げていきたいんだよね。オクタビアの方使う、サナちゃん乗ってる、アーサーが乗ってねえし、ミナミちゃんもなんか微妙っちゃ微妙だな、評価なったどうなってるのか俺にはよくわからん、よくわかんねえから遊んどくか。とりあえず欲しい石を回収、体力は回復するね。でこれ何がいいの、のむちゃん、なんかどっちでも良さそう、入れてないからね。で変化球に人がいて、みなみちゃんがいて、さなちゃんちょっと一回練習をしよう、これであれを発生させる、これいいよねマジで。火消しもゲットできるし、あとは普通に告白が来てくれればいいんだけど、よし抑えた。街道の1か3だとマジで全然経験点違うからね。あと骸骨ないからこれはちょっと無理、骸骨ないのはほんと無理。コントロール C にしておこう。だからあと球速を上げたいんですけれども、アーサーくんが上がっていない。少量か、足りないからちょっとやっとこう。オクタビアとの勝負が来たか、しかしまだあと1回猶予が残されている。サナちゃんの告白イベントが起きない。球速どこまで上げられるかな、今回左投手で来てるからね、ちょっと初期値が低いかもしんない。これやろう。だからちょっとそろそろ、なんだっけ、あれも整理しないとね。ダイナマイトがだから年内に1個くらいは欲しかったんだけどな。あ、結局来なかったか、しょうがない。だったら俺が彼氏になってあげよう。コツが手に入らない。でここはたっちゃんか、おにぎりあんのか、おにぎりあんのは結構いいよね。コントロールが何気に少量になってんな。もうちょっと施設を見ます。これはツルハシレベルアップさせとこう。丸石が若干足りなめっていうか、亀石コツが来てないから、コツを回さなきゃいけないのか。じゃあちょっとタッちゃんやっとこう。ダッサン、よし、うお、来たー。ちょっと上げきれないな、球速が144まではな、最低上げたいんだけどな。こういうイベントでどこまで経験点を、大凶みなみちゃん不吉だ、さっき大凶だったからね。これ関係あんのかな、いやわかんない、関係ないと思うけど。244、とりあえず最低値までは上げた。同上じゃない、オクタビアが欲しいな。そうするとオクタビアのコツを回収しよう。ちょっと守備ばっかりやっちゃってるけど、能力アップ。うわ来た、どうだ、144まで一応上げたぞ。 COK、 危ない、完全制圧、とりあえずゲットで。そうするとあとは伸びか、伸びをなんとかして回収しないとな。宝石の採掘場を作って、でそうするとまたコツを回したいっていうのがある、コツを回したいというのがあるので、マジで守備ばっかやってんな。逃げ玉、よし、逃げ玉はね道具も持ってるからね、結構来ないんだけど。でタッチャーの2回目、これは勝手に進んできますと。筋力も足りてないしな、
コツはスタミナ。アーサーか。これは回収しよう。アーサーを。アーサーはスタミナ。うまくいけばアーサーは伸びくれるんだけど、そもそもコツをくんないからね。アーサーは来たらマジでラッキーっていうところ。あとデートも全然進んでないな。伸びきた、やった。いやでも伸びは5にしたい。これ何、縁結び。精神が10上がっただけだ。でまあまあまあ別にっていう感じなので、こういう時は絆かデートを進めていきましょう。上伸び取ってもこれか、もうちょい置いとくか、もうちょい置いとこう。でこれはレベルアップできるね。で今のところ足りてないのは雫。雫がもう無理か。で雫はじゃあ使いたくないんで、宝石があるから良いツルハシにしちゃおう。これはで丸石もまあなんだかんだでやっぱり足りてない。で亀が余りまくってんな。ちょっとお出かけ、デートで心を回収します。てかダイナマイトがそもそも来てないんだよね。良いツルハシ練習メニュー。まあこれやらない、あんまり失敗したくないんだよ。ですげえタックがめっちゃ来てんな。みんなタック来てんじゃねえかこれ。同上か、回収しとこう。ちょっとそろそろコントロールを上げ始めたい。打たれ強さで、打たれ強さはもう潰しちゃうか。でバレンタイン、さてちょっと3だけど、まあ A まで上げちゃうか。でまあじゃあ余ってるのがこれだから、これじゃねえや、宝石を使ってやるやつ、技術メダル。ちょっと技術メダルで一回ガチャを引くか。ダイナマイトが来るかどうか。で丸石足りてないから丸石回収しよう。ちょっとスタミナもな、直上げしていきたいんだけどな。やることがもう忙しすぎる。わかる、これはローマンはわかる。だから体力を回復してくれ。でスタミナ、宝石か。悪くはない、悪くはないね。潤沢、潤沢なんだよな。さっき何言って手に入れたっけ。もうこれいらん。宝石激余りしてるわけじゃないんで、ツルハシでも使っちゃうからね。これちょっと一回取り崩そう。で良いツルハシはでも欲しい。でやっぱ宝石を回収しよう。ここでカッツスタミナ、てかダイナマイトくれ。耐久らしさえっ、ー、と守備枯渇寸前。これはじゃあ宝石と雫が手に入るんでやっちゃいます。これで一箇所、 ありがとう南ちゃん。でうん、軽いやつ経験点か。一番下だとなんかテンポが手に入ったよね。でメンタルをやってておくのもありだけど、これやりてえな。あったっけ、あったな。スタミナがだいぶ上げられるよね。 C にしておいて、でもちょっともうちょっと何かガチャをしたい、ガチャをしたい。すごいツルハシ、宝石を立てるか。だから3にしておいてプラ3、これでマイナス3のプラ3だから、もうちょっと宝石貯めとかないとまずいな。
18%か。そうだよね。やるか、やるかじゃなくて、食ってやるか。ここはちょっと回収しとこう。スタミナも回収。8。あと、絆とだからデートも進めないといけないんで、アクセサリーとか。もうどうなってる世の中。あゆみちゃん進めて、あゆみちゃんっていうかさなちゃんだ。これでダイナマイト待ちでデートとか進めていければいいんだけど、ダイナマイトが一向に来ない。いやこれ無理だな。変化球欲しかったけど、そもそも変化球ポイントも全然ない。変化球何も覚えてないからね。332しかないから4にしかならない。あ、間違えた。危ない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 。空き地だって。こっからどうすりゃいいのよ。宝石宝石宝石、すごいツルハシ、エール、亀石貯蔵庫。いや全然ダメだ。丸石を回収、丸石回収して購買部を1個レベル上げるか。どうした、撃たれた。俺も撃たれた。これあれか、俺も撃たれちゃいけないのか多分。でオクタビア、オクタビアやろう。コツを回収しつつ、いやこれアーサーじゃなくて虹隊の方が良かったかな。リリーフです。一応出とく。出るかどうか知らないけど、街道、いやもう取っちゃおう。デートが進んできてるから。いやもうマントルはさ、ダイナマイト出ないとマジで話にならんから。ドエク打たれすぎでしょ。俺出た。左のなんか打順見てればわかるんだけど、あ出たね。被安打1。勝手に進んでくれるんだ、それはそれでいいんだけど。ちょっと4月だよ。4月ですけれども、これ宝石でしょ。宝石、ちょ宝石が多かったな。やっぱりアーサーを西谷に変えるべきだったか。あでもそうすると前に後用になるのか。そうか、だからアーサーにしたんだ。前にアーサーは前イベで、西谷は後イベだから、で南ちゃんも後イベだから、ちょっと南ちゃんのイベントをこなしたいがためにアーサーを入れた気がする。そうだ。で南ちゃん、精神がもらえる。で、同へメンタル、スタミナ。立てないとダメだ。立てよう。9個。しずくなんてゼロだし。これはどうすればいいんだ。筋力メダルを1回立てて。もう1個筋力メダル立てられる。立てよう。一回ガチャ引いて、ちょっと雫足んねえからここで回収しよう。でダイナマイト、ダイナマイト、ダイナマイト出ない。これは体力回復。でさらに丸石も足りない。監督評価も上げとくか。スタミナなんだかんだ言って伸びてきたね、なんだかんだで。だから変化球ポイントがやっぱり全然足りないんだよ。でこっからさ、打率強さ潰しとくべきだった。精神ポイントいっぱいあるからね。こ
こっからちょっと待って、これはもういらない、お取り潰しする。あ、基地で活気も全然ないよね。だからで購買部のレベルを上げよう。じゃあ購買部のレベルを上げて、亀がまた筋力メーターあんの。ちょっともう一回やろう、もう一回やろう。筋力メーターどんだけ持ってんので、少量潤沢、少量か、丸、丸石の亀石の雫はまあ10個あるからいいか。残しときたいんだよね、ダイナマイトのために。ダイナマイトがないけど、怪しい。ダイナマイト来た、1個ようやく来たよ。で5月の一周、ちょっと待って、5月の一周でしょ。これまずお取り潰しして、ガチャ引いた会話あったな。で、ね、こっからダイナマイト作るでしょ。でさらに、でさらに、亀石はもう潰そう。亀石は潰しちゃっていいから、亀石貯蔵庫で、宝石の貯蔵庫は、貯蔵庫っていうか宝石作るのは必要。あ、やばいな、ちょっと待って、デートしとかなきゃいけないんだ。これでまあ、でも前にあと4だったらイベントこなせると思うんだよね。ここでも敏将が手に入る。でここでまたダイナマイトかよ。同へ根性施設空き地、宝石の貯蔵庫、稼働に算必要なのか、結構使うな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個もマイナス6だ。で活気は OK、 活気はいったよね。宝石が回収できるんだったら回収しておきたい。潤沢、スタミナをちょっと上げるか。あー、ポンコツ欲しいんだよな。タイピン1取っとくか、直撮りで。あとは根性か、根性を回収しよう。玉持ちもまあ耐強打者4で OK だな。ジャストフィットはもういいか、取っちゃおう。火消しも取ろう、縛りも取っとくか。制圧は最後コツが手に入るから、それを考えるとちょっと宝石を少しでも回収しておきたい感はある。タックもまあそこまで、でも変化球ポイントがそもそも足りてないんだよね。まあいいや、今回は速球派選手。同へ、これ何がいいの。熱いメッセージ、筋力か、おにぎり、欲しい石の貯蔵庫。これで欲しい石をやらなきゃいけない関係上、ああ、そうか、変化球のダイナマイト練習が来ねえんだ。そうすると、いや微妙だな、微妙だけど、もう時期的にやるしかないよね。時期的にやるしかないんで、少量か、じゃあやろう。ちょっとスタミナ練習入れすぎたな、もう少しばらけさせるべきだった。そこはかなりの反省点。だって球速練習もいなくない？そう思う。あれ、西谷ってどっちだっけ、変化球と球速メイン、わからん。欲しい石のために遊ばなければいけない。めっちゃボキボキいってんだけど。で本塁打現金、本塁打現金なんだ。逃げ球はでも取ってあるからね。でちょっと施設で、そうすると何がいらない。宝石 1,2,3、 いや宝石も絶対必要だよ。これあと3ターン必要でしょ。でこれちょっと建設変えよう、すごいツルハシにしよう、亀石を消耗させるために。で
ダイナマイトは心が足りない。で、星の貯蔵庫もそろそろ作り出さないといけないから、で、星の貯蔵庫3ターンでいいんだよね。それを考えるともう1回デートをしておいて4回目。で、すごい鶴橋でしょ。で、ダイナマイト練習が来てるでしょ。あ、変化球あるわ。あ、そっか、別にあれかいいのか、タックが来ればいいだけだから、これちょっと変化球を稼ぎ出しとかないとまずい。みなみちゃんダイナマイト持ってんだ、怖えな。みなみちゃんのダイナマイト、これちょっとやっとこうかな。で、これとこれはもう大丈夫で、心が5個か。え、心5個か。まあとりあえず練習はするんで、スライダーはじゃあ7にしておく。7にできねえし、そもそもそんな経験ってないんだ。アフリコタないよね。よし、ありがとう。みなみちゃんマジでありがたい。でまたダイナマイト来てんな。あ、またいけんな。でも130か200、経験点的にはこっちだけどな。ちょっと変化球、いやこれさ無理だな。2種類7に持っていくことも多分無理だな。変化球で取っちゃうか。ちょっと金徳を残しておくのは怖いは怖いんで。あ、でそっか、これが筋力はお取り潰しができて、これを心石が足りてない。やべ、まだでも6月の3週か。ここはちょっと経験点に走ろう。一旦無駄になっちゃうけど、一旦どころか2ターンくらい無駄になるけど、ないもんはないもんだって。やっぱりもうちょっとデートも早めに進めとかなきゃいけないかも。むずすぎる、マントルとか。いけ、筋力足りてるよね。さ、筋力は足りる、絶対。だ、取り潰せばいいだけだから。で、またダイナマイト来てんな。200か、悪くはない。他3箇所はちょっと無理かな。ここはもうダイナマイトやるべきだからね。で、これお取り潰しして欲しいしでしょ。で、欲しい者1個しか使わないのか。2個使うわけじゃなかったわ。で、精神も貯蔵限界に入ってるから亀石がないんだ。なんだかんだで亀石なくなったな。デール8番しかやっとく。ちょっと待って、3個必要でしょ。3個必要で、ダイナマイトのレベルを上げるのには欲しい石が必要で、宝石センサー、購買部、購買部まだ上げられんな。赤子、ちょっと上がっこう。ゼロになる、それは無理。ここをどうするか。アクセサリー店はもうさすがにいらない。エール鉢巻きでもやっとく。雫そこそこ。おにぎりでよく。おにぎりダメだ、稼働に亀石が足りないわ。じゃあこれ、よし、これで3つ使って終わり。欲しい石はで、だいぶ筋力が152にして、新街道を取ってスタミナをちょっと S にしておこう。あとは時間上げするので、必要なのはやっぱり変化球ポイントが全然足りない。残り1ヶ月、ここでどこまでいけるか。コンコツ先発、もちろんここはサクッといきます。抑えた。まあここはねどうしようかな。一応勝ちやすくはなってるみたいなんだけど、サクッといくべきか。購買購買購買、どんだけ購買手に入るんだよ。で、これなんでびっくりマークついてるの。まあなんか爆弾持ってっからだ。亀が全然足りないわ。亀5個も使うんだ。調子に乗りすぎたな。欲しいしプラス3、
いやもうこれでなんとかしていくしかないわ。で枯渇しちゃって、枯渇寸前の少量の枯渇寸前っていうのを考えると、ここいいんじゃないか。本当はスタミナ直上げっていうのもありだったんだけど、勢いよとりあえず今回金徳を取りに枯渇させた感じ。スタミナか、 18% か。宝石はまあ足りてないっちゃ足りてないからな。でもそうすると次もしダイナマイト練習が来た時にできなくなっちゃうから、まあかといって遊んでもしょうがないし、デートしてもしょうがないけど、空デートする、欲しいしじゃなくて心石ゲットする。そのために喫茶店へ行く。喫茶店は体力回復量が多め、もちろんサクッといく。で変化球だな、やっぱり足りないのは。でここはちょっと投手を取るか。まあまあまあ経験点的にはいいよね。66ピッチャーにしてはかなりいい。さて最後、なんもない、なんもないからちょっとお取り潰ししとかないと。これお取り潰しして、お取り潰ししてどうするっていう、別にどうしようもないよね。空き地にしときゃいいか。ポーン、120120超尻上がり。空き地で練習はここか。スタミナ上げとくか、直上げされるしね。でコントロールをちょっと持ってくるだけ持ってこう。よし、 OK。 であとは超尻上がり、本塁打、現金。結構大変だな。先手必殺取ると勢いは取れない。金縛りもあるしな。スタミナも上げとかなきゃいけない。5、ほんと直上げとかかなりでかいよね。よし、技術と変化球は結構手に入った。あーこれいいな、すげえな。みなみちゃん、同江、たっちゃん、普通に経験点が出せる。今技術が全然足りてない、筋力が余ってるんだよね。どうする、ピンチャンでいきます。こっからちょっとピンチャンでいきます。で変化球を下がどこまでいける、77にできるかどうかってとこだね。だ筋力がちょっと余りまくっちゃってるから、そこが良くなかったな。で筋力をいっぱい金縛り取っとこう。速球対抗心でも取っとく。前回は精神を使うんだよな。完全燃焼もあったか、アイテムはもうないはず。第3球を投げました、モール。第4球を投げた、打ちました、フラフラッと上がった、取りました、試合終了。いや、 やっぱり経験点いいね、ピンちゃんは。抑えられればの話、抑えられれば、かつ勝てれば。スタミナ 4% か、どうしようかな。これ上げればかなり楽だよな。技術が全く上がんないけど、今95でしょ多分。そうだよね、精神もね微妙に少ないからな。やっちゃおう。でちょっとピンチャンでいきます。これで100になったから、ちょっと102にしておこう。最後は練習できねえか。投げた、ボール。第3球を投げた、打ちました、大内、ボールを飛び込んだ、キャッ。オッケーオッケー、いいね。さて最後はっていうかさ、俺サナちゃんとメンタルタッグ組んでなくね。
まあいいんだけど、ここもピッチャーできますか。球速で、球速に咲く技術がないからね。フォーク259か、ちょっと無理っぽいな。あと取んなきゃいけないのが完全制圧と息をよ、ちょっと待って、息ヨーヨーを先に取るか。そうだね、息ヨーヨーを先に取っちゃおう。でそうするとあとは完全制圧だけだね、金徳的には。よし、じゃあこれでいきましょう。高崎、第4球を投げました。アウトコース低め、空振り三振、マントル。試合がめちゃくちゃ長くなんだけど、まあ3点取られちゃったからね。2先発ってか、もうスタミナさ S1 にやる段階でも先発しか選択肢なくないっていう。あ、ありがとう、技術結構くれるわ。そして南ちゃん156、エースの風格。そしてオクタビア、ちょっとね、ま、こいつはね制圧のコツがメインだから。ほい、ま、1万1000 1万2000弱。ちょっとダイナマイト来るのが遅すぎたよね。ダイナマイト来るのが遅すぎたのと、エースの風格、これ敏捷使うんだ、知らなかった。相手打者は萎縮することがある。これさ、威圧感とは違うの。まあいいや。で金徳はとりあえず取ったんで、この筋力800とかどうすりゃいいのっていう。変化球はだから上げとこう7にできねえわ。投打躍動はちょっといいや。前回があれだけどな、なんだかんだで変化球もちょっと余っちゃってるから、球速安定使うでしょ。クロファイもあれか、ジャイロボールやろう。球持ちも取っとこうで、リリース、あとは敏捷用かだったら打球反応だよね。ちょっと待って、打球反応外してまだ敏捷使うやつって何かあったっけ。それもないか。バント封じ、バント封じ、いやバント封じやって、取れる、あ取れるわ、打球反応取ろう。筋力の分をもうちょっとね変化球に寄せるような編成にすればもうちょい伸びますかねというところですね。コンスタ102でいきますか。はい、というわけで、ま、南ちゃん自体はかなり使いやすいですね。たっちゃんも使いやすい。これで金徳2つ取れれば、なんだっけ、勝利の星もかなりいい金徳なんで良かったんですけれども、ちょっと失敗しましたね。多分あそこで自分が打たれちゃうと失敗で、抑えれば多分勝利の星が手に入ると思います。とあと、まあ、マットルはねやっぱりダイナマイト練習が全てなんで、ちょっとダイナマイトが早めに来ないときついんで、まあ、最悪ダイナマイトのレシピを早めに手に入れることができなかったら、もうリセット案件でもいいかもしれないですね。であと今回の編成としてはやっぱ変化球ポイントがちょっとっていうかだいぶ不足していたんで、まあ、それを補えるような編成にしていった方がいいかな。まあ、多分筋力はたっちゃんで補えるんで、もう少し変化球に寄せてもいいかなと思いました。というようなところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。